とかね、元総理たちからも言われてるので、なまあこういう感じで、分かった、分かった、あの四次郎見てもよ、ね、俺の身内じゃない方のっていうのは清田次郎さんと、まあ、小泉さんたちね、俺の向こう側だから親戚の、わかる？ね、遠い遠い親戚なのよ、遠い遠い親戚だから、ね、血は繋がってないから、こうね、清田次郎稲川会の孫先とね、小泉家ね、親戚だよ、清田次郎さんと小泉家ね、わかる？ね、はい、じゃあとりあえず君たちね、けじめ取られに行くからね、自分で取れるんだったら取った方がいいんじゃないの。それでは皆さん、本日もありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。すいません、夜中に、それでは明日もう6時ぐらいから8時9時には飛行機乗っていく行くので、宮崎見てください。すごくいい波が来ますよ。もうやばいと思いますよ。これ以上はない。